これはですね、デイトジャストのリファレンスでいくと6605になります。まあ、18金のイエローゴールドなんですけれども、1601の一つ前のモデルですね。ですから、まあ、1957年ぐらいのモデルだと、書いてあるかな、裏方。なんか書いてあるのかな。6605としか書いてないですね。機械が、これはもうもちろん、1065ですね。クロノメーターですね。で、この通称のバタフライローターですけど、まあ、これ本当はロレックスの他のマークですよね。ちょっと他のところでも言ったんですけど、当時はよく、こういう、なんていうのかな。自分の社の、ロゴをローターに入れるっていうのがとても流行ってましたね。この1065まではロレックスは、片方向巻きになってますね。両巻きじゃないんですよね、まだね。で、この後の1合計から両巻きになりますけれども。ちょっとこれ文字盤は、まあ大した文字盤じゃないんですけど、こういう赤黒の日付ですね。もうバイインデックスになってますね。だからそんなめちゃくちゃ古くはないと思います。レートジャストとも入ります。もうここでスーパーレイティブが入ってますので、まあここからも入るんですね。まあここからっていうか、厳密に言うとこの1065のクロノメーターキャリバーからですね。1030はクロノメーターじゃないので、クロノメーターのキャリバーからもスーパーレイティブが入りますね。でもこれも、スリーピース構造ですね。ベゼルのギザのところが外れるようになって、プラ風防、もちろんサイクロップレンズはもうこれはもうついてますから、2代目サイクロップレンズ付きとしては2代目になりますんでね。ただ日付はですね、黒っていうのもあったと思うんですよね。で、黒赤っていうのも、これそうですから、黒赤っていうのもあって、まあ、ロレックスもこう、日付の表記っていうのは、まあ、変わるんですけれども、とりあえず、ここではまだ赤が存在してますね。1016からはもう、黒になっちゃいますけれども。まあ、そういうところが分かれ目ですよね。で、50年代のモデルですね。